はいそれでは時間になったので始めたいと思いますはじめましてサイバーエージェントの告げですツイッターは「ショータ告げ」でやっていいのでよかったらフォローしてください技術本部のサービスリライアビティグループという部署でシニアオーガニゼーショナルリライアビティエンジニアというロールをしていますすごく言いにくいので社内で説明するときは SRG で o r i をやっていますと言っています ORE というロールは我々が作ったロールなので聞き覚えがないと思いますがワクワクする組織を作るために組織としての信頼性を向上させるエンジニアと定義しています好きな AWS サービスは今日お話しする内容にも関連しますが AWS Well Architected Framework ですこの後サービス名を何回も呼ぶことになりますが我々の組織やロール名と同じように 言いいいにくいのででウェルアーキと略称で呼ばせていただきますこの会場で AWS ウェルアーキをすでに試したもしくはこれから試してみたいと思う方はいますでしょうかよかったら挙手していただけますでしょうかおいやいいですねはい <laughs>、はいえー、っとこのセッションが終わった後に「Ask the Speaker」でぜひお話ししたいと思うので よかったら来ていただけると嬉しいです、はい。本セッションではこちらの3つの内容を中心にお話しします。ウェルアーキをシステムの移設や改善にどのように活用しているのか、なぜエーダベスウェルアーキがあるのに独自のウェルアーキを作っているのか、ウェルアーキにどのような可能性を感じているのか、また本セッションでの注意ですが、 現時点では栽培ーエージェントグループ全体に独自のウェラーキを導入できているわけではありません。そして本セッションにおける発言は所属するチームとしての発言であり会社全体の意向ではありません。本セッションではこのような流れでお話しします。まずはじめに自分から簡単に組織についての紹介と a d イ,イスウェラーキの活用事例についてお話しします。 その後に岡田から我々が独自で作成している CA ウェラーキについてお話しします。それではまずはじめに我々が所属している会社、組織についてと本セッションの事例先である株式会社アストロボックスについて簡単に紹介したいと思います。まずはじめに所属する会社についてですが 知っている方も多いと思いますが、サイバーとか CA と呼ばれることが多い会社です。従業員数は連結で約5000人になります。弊社事業としては、メディア事業、新規事業、ゲーム事業、インターネット広告事業の4つの事業を軸に展開しています。続いて所属する組織についてですが、我々が所属する技術本部は、 社内でメディア管轄と呼ばれている弊社のメディア事業や新規事業のサービスに対して横断的なサポートを行っている部署になります社内共通基盤などの汎用サービスを提供しているオープンサース,スタジオや秋葉原ラボプライベートクラウドなどもこの組織に属しています一部抜粋になりますがこのあたりがメディア管轄のサービスになります 続いてサービスリライアビリティグループについて説明します。簡単に言うと先ほどお見せしたようなメディア管轄のサービスのインフラ領域を横断的にサポートしているグループになります。業務内容としては主にメディア管轄の既存サービスの改善や新規サービスの立ち上げなどを行っています。サポートしている領域が広いことから幅広い技術スタックが必要になります。 メディア管轄と SRG の相関図はこのようになっています SRG という組織は技術本部の所属になるのですが技術本部で開発しているサービスに対してもメディアサービスと同じようにサポートをしています本セッションでこの後お話しさせていただく株式会社アストロボックスはアメーバ関連サービスに属します,それ,ですそれでは時間も限られているので先へ進めたいと思います はい、アストロボックスについてですがアストロボックスは幸いーエージェント100%資本の子会社になります人生のよりどこになるというビジョンのもと株式会社キャムと共同で占いサービスを提供しています現在運営しているサービスとしてはデジタルコンテンツ占いのアメーバ占い館悟りと 電電話話ででで相談できるる占占いいいサービスである悟り電話占いを提供していますここからはアストロボックスが運営している悟りのシステムを AWS へ移設する際にどのように AWS ウェルアーキを活用したのかについてお話しさせていただければと思いますまず前提としてシステムの移設にあたりどのような 課題を抱えてていいたのかについてお話ししますシステム移設にあたり大きく3つの課題について相談を受けました1つ目は今回初めて AWS を活用することになるので知らないことが多いので心配しているというものでした2つ目は急遽にアクセスが増加しても安心して見守れる光線にしたいというものでした また、現状のシステムが抱えている潜在的なリスクを可視化できていないという相談も受けました。そして3つ目は、悟りのエンジニア中心でインフラ作業を行えるようにしたいという相談を受けました。その3つの課題に対して、我々はエ w ウェス・ウェルアーキが解決してくれるのではないかと考え、導入を提案しました。提案した理由としては、 AWS ウェラーキを活用することによって AWS についての学習や潜在的なリスクの可視化をすることができるのではないかと考えたからです AWS ウェラーキの導入フローについてお話したいのですがその前に AWS ウェラーキについて知らない人もいるかもしれないので簡単に説明させていただきます AWS ウェラーキとは 長年ユーザーに AWS を提供した上で得られた経験をもとに提供してくれているシステム設計や運用の対極的な考え方とベストプラクティス集になりますまた AWS ウェルアーキの構成要素にはホワイトペーパーや確認質問集 AWS のソリューションアーキテクトなどが含まれていますホワイトペーパーや確認質問集については あまり知られていないのですが定期的に更新もされています最近では AWS ウェルアーキテクテッドツールという AWS のマネジメントコンソール上でセルフチェックできるサービスも提供されています現時点では日本語対応されていないのでぜひ早く日本語対応してほしいと思っていますセルフチェックは可能になったのですが 初めてエ d i スウェ l r ーキを導入する際は a ダイスのソリューションアーキテクト同席の上でレビューを実施するのをお勧めしています本セッションを聞いてエ d i スウェ l r ーキに少しでも興味が湧いたという人はぜひこの会場にいる a ダイスの人へ相談してみてくださいそれではホワイトペーパーについてもう少しお話ししたいと思いますホワイトペーパーは 運用の優秀性、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス効率、コストの最適化の5つの柱によって構成されています。昨年ですが、今まで運用だったのが運用の優秀性に変わり、セキュリティよりも重要視されるようにもなりました。また、最近では IoT やサーバレス向けのホワイトペーパーが公開されていますので、 より詳しく知りたい人は公式サイトを見てください続いてエ w s ウェスウェラーキについて誤解されていることが多いのでよりエ w s ウェスウェラーキに興味を持ってもらうためにその誤解を解いていきたいと思います誤解の中でも聞くことの多い3つの誤解を解いていきたいと思います1つ目はエ w s ウェスウェラーキをいわゆる銀の弾丸だと思っている人がたまにいるのですが先ほど説明したとおり あくまで設計の原則なのでそこまで言い切ることは難しいのかなと思っていますですがシステムの健康診断としては使うことができるとも思っています2つ目が一番多い誤解なのですが監査的な使い方ができると思っていたり実際にそのような使い方をしているという話をよく聞きますこれは我々としてはエダベス・ AWS、ウェルアーキの良さを減らしてしまう可能性があると思っています 確かに使えないことはないのですがガバナンスのインプットとして使うぐらいにとどめ,めておくのが良いと思いますエ w ダウェスウェラーキをすることが重要ではなくそこからどう改善に取り組むのかを一緒に考えることが非常に大切だと思います最後の3つ目は1回実施したら良くなるというわけではなく定期的に実施する必要があるということです エダ s スウェルアーキは継続的にチェックと改善フローを回すのが重要なので試しにやってみたが思ってたのと違うといって1回でやめてしまうのは非常にもったいないと思いますなので自分たちの組織のフローにどうやってエダ s スウェルアーキを取り入れるのかを考える必要がありますエダ s スウェルアーキのことをもう少し詳しく知りたいという方は ブラックベイトなどの資料がおすすめです。それでは実際にどのような流れでエダイスウェラーキを導入していったのかについてお話しします。エダイスウェラーキの導入フローについてですが、まずはじめにエダイスウェラーキを導入するにあたり実施するシステムの構成図を作成します。これは現状のシステム構成を整理するためにも必要になります。こちらは <laughs> 今回の登壇のために簡略的に書いたものですが、悟りの移設前のシステム構成になります。時間も限られているので、詳細については説明しませんが、他社との連携があるところ以外は、全体的によくあるようなシステムだと思います。次に、AWS のソリューションアーキテクトとのレビュー会を実施するために、事前に確認・質問集を記入していきます。 実際にやってみて回答が難しい質問項目などもあったのですがそういった際は無理に回答せずにレビュー会のタイミングで相談した上で記入しても大丈夫だと思いますこういったことから初めて AWS ウェルアーキを導入するときは AWS のソリューションアーキテクト同席の上でレビューを実施するのをおすすめしていますこのときはまだ AWS ウェルアーキツールがなかったのですが 今だと AWS ウェラーキーツールを活用する形になると思います。システム構成図と確認質問集の記入が終わったら、実際に AWS のソリューションアーキテクト同席でレビュー会を実施することになります。確認質問集の記入内容をもとに AWS のソリューションアーキテクトからのレビューを受けることになるのですが、可能な限り技術責任者もしくは ある程度決済権を持っているエンジニアが参加することをおすすめします必須ではないですがこの後の改善を実行しやすくなると思いますレビューが終わったら現状のシステム状態のレビューレポートを受け取りますこちらは悟りで実施した時のレビューレポートの一部になりますこのようにシステム状態を把握することができます そしてレビューレポートをもとに改善計画を立てていきます。AWS ウェアラーユを実施する上でこのステップが一番重要になると重要になると思っています。なぜ重要かというと改善計画を立てる際に実際何が問題なのかと改善問題を改善するにあたり誰が責任者として実施するのが明確な。 えーと誰がじ責任者として実施するのかが明確になっていないと今後の改善に着手することが難しいと思います明確化されていない場合は現状の課題が分かっただけで終わってしまうことがあるので注意してくださいまた必ずしもすべての項目を改善しないといけ,、ね、いけない,とい,い,けないしないといけないわけではないので争点も 対応優先と含めて話し合う必要があると思いますそして計画をもとに悟りのシステム移設を実施しました今回の場合は a d a スウェラーキを活用して移設作業を実施しましたがシステム改善も同じような流れになると思います移設作業は終わりましたがシステムを運用していく上で継続的に改善を行っていく必要があると思います 今回の移設作業を行う上で当初予定し,たしていたよりもコストがかかってしまったという問題が実際にありましたそこでトりではサービスの売上変動に応じてエンジニアリングに使うことができる予算を確保するようにしました 現状の売上に対してしてみ予算を決めることにより予算内に収まれば新しいツールの導入などもしやすく実際になりました実際にセントリーなどのツールはこの取り組みで導入されていますまた今後は施策や障害対応改善に対してかかるエンジニアのコストも可視化してより事業成長を後押しすることができる土俵を作れるような仕組みを作っていく予定でいます それでは時間も限られているので最後に AWS ウェラーキを導入してみてどう感じたのかについてお話しして次の岡田のセクションへ移りたいと思います AWS ウェラーキを導入したサービスのエンジニアからは非常にポジティブな意見をたくさんいただいています導入を提案した理由でもあった AWS についての学習や潜在的なリスクの可視化をすることが 実際にできたとと言えると思います本日はちょっと時間がないので詳しく話せないのですがこの後の「ASKTHE スピーカー」などでも聞いていただければお答えしますこれだけでも我々,我々はエーダイスウェラーキを活用してよかったと思いましたまあですがそのエーダイスウェラーキについての説明でも話したように銀の弾丸というわけではないので その他の意見として課題は分かったが事業レベルでどう改善に取り組んでいけばいいかが難しいといったような声も実際にありましたまた定期的に自分たちでセルフチェックしたいという話もあったので我々の組織にあったウェルアーキを作ることを私たちは考えましたこの後は独自で作っている CA ウェルアーキについてを岡田からお話しさせていただければと思います はい、えー、ここからのセクションは岡田が担当します改めましてサイバーエージェントの岡田翔之助と申します、えー、自己紹介書かれているんですが、えー、よく見なくても先ほどと同じほぼ同じ内容です、えー、違いは同組織内のほかチームのリーダーを実は本業にしていて、えー、ORE の仕事は兼任ということぐらいですねそれ以外は同じなので割愛しますはいでは早速シエベアーキについてお話ししていきます まず正式名称なんですが CAWELLARCHITECTEDFRAMEWARK です、はい、長いしかみそうな名称なのでこの発表では CAWELLARCHI に略称でお話ししていきます CAWELARCHI なんですが先ほどのセクションで紹介されたある意味サイバーエージェントのカルチャーが色濃く出てしまった課題感をクリアするような形でフィットさせる目的で生まれましたとでいわゆるサイバーエージェントの WELARCHI です、はい 根幹部分は本家の AWS ウェブアーキをもとに作成していますがこちらはプラットフォームに依存しない汎用的なフレームワークとなっておりますつまり AWS でも他社クラウドプラットフォームでもあるいは自社運用のプライベートクラウドでも導入が可能ですで回答の難度に影響していた複数項目からの選択方式を撤廃して自サービスが対応できているかいないかの2択で判定できる方式を採用しています 質問数も削減して1ページで完結するものになっていますでここの思いとしては、えー、やはりどんなものでも敬遠されて使ってもらえないと意味がないなと思ったのでここの敷居を可能な限りぐっと低くしてで担当者の重りにならないようにしていますでもちろん質は重要なのでここも落とさない工夫をしつつ網羅的に項目を設定しておりますであとは、えー、自由度が高くなった分ここのうまみを最大限生かせるように、えー、レビュー結果の自動集計や解析 あるいはスラック通知などの運用という側面で幸せになれるような仕組みも導入していたりします詳細は後ほどご紹介しますで C ウェルアーキも先ほど紹介された AWS ウェルーキと同じく5つの柱で構成されておりましてで合わせて全75の観点で自サービスのシステム状態を紐解いていきますでもう一つ C ウェルアーキは4つのプロセスが存在します でこのプロセスをサイクルにすることでサービスのシステム状態を可視化しでそれを起点に自サービスの今を見つめ直す重要な時間あるいはえ文化を生み出すフレームワークがシーウルアーキーですシーウルアーキーを導入することによる各視点からのメリットをまとめてみましたでまず開発者視点の導入メリットなんですがえいかなる開発者でもより迅速にかつ低リスクでアプリケーションを構築できるようになりますでまたえ特にスタートアップ がが該当すすると思うんですがシステム構築する上での勘どころだったりあとはサイバーエージェントならではの設計あと仕組み運用などもある種教材として利用することで学習することが可能になっていますであとは先ほどご紹介した通り導入コストが低いこともメリットです次に、えー、事業者視点の導入メリットなんですが、えー、環境依存しないフレームワークなので安全で効率的なアプリケーション環境をどの環境でも、えー あるるいはどの事業でも利用すすことが可能になっています相対的に提供しているサービスの信頼性も向上する上えに自サービスのシステムが抱えているリスクを可視化することもできますということで今紹介した各プロセスが実際にどのように展開されていくのか今からシェーウェルアーケン実施フローを紹介していきますでおさらいですがシェーウェルアーケン4つのプロセスが存在します でまずは導入が決まったという段階でコンディションレビューに移行しますでこれは事前に我々 ORE が用意するヒアリングシートをサービス担当者にお渡ししてそちらを使用して現状のシステムがどういう状態になっているのかをチェックしてもらいますでヒアリングシートについては後ほど詳細をお伝えしますで完了後はレビューレポートに移行して ORE とサービス担当者を交えて2時間ほどレビューをします、えー、意図は この時間で質問に対する認識の差異だったりあるいは改善の提案だったり事例の提供あるいは担当者からの質問に対する回答などを実施することで改善までのフローをイメージしやすくすることですねでレビュー会実施後実際に技術責任者だったり事業責任者と明らかになった課題を中心に議論計画していき最終的に双方の視点で合意が取れた課題を抽出して改善したら一連のフローが完了します でもちろん使用技術だったりシステム状況は年月とともに変わりゆくものなので半期に一回定期的に実施していきますでは今から順に各プロセスの詳細を追っていきますでまずはコンディションレビューですでここではシエウエラー機で使用する我々はヒアリングシートと呼んでいるんですが実際にサービス担当者と連携してコンディションを確認するために使用するシートが一体どのようになっているのかを紐解いていきます でヒアリングシートは3つの要素で構成されています皆さんもご存知だと思うんですがスプレッドシート、Google アップスクリプト最後にスラックですでヒアリングシート自体は用意されているテンプレートをコピーしちゃってで4つの設定を追加すればもう誰でも使用が可能となりますでそのためレビュー会実施前にサービス担当者にヒアリングシートを実際にお渡ししているんですが 突発的な依頼が来たとしても誰でも迅速に対応が可能になっていますで各項目紹介していきます担当者にはまずサービス名使用しているプラットフォームのアカウント ID あとはアーキテクチャ図へのリンクを記入していただきます特にアーキーズに関しては記入後に実施されるレビュー会で使用するのでここは必須項目となっていますでその後各質問を、えー 隣に観点と優先度が記載されているのでサービス担当者はこちらを確認しながら対応済みだと思う項目にどんどんチェックしていきますで一度75項目すべての質問に回答した後終わりと合同で実施するレビュー会があるのでそこに認識が相違がないかというのを実際に確認していき最終ジャッジが終わったタイミングでこちらは我々の作業になるんですがスプレッドシートの ヘルプメニューの横にあるスラックメニューというのがあってですねこちらをポチッとクリックすると回答の自動集計解析が実行され2位のスラックチャンネルにレビュー結果が通知されますこちら実際に通知結果のサンプルになるんですが、えー、各分類ごとの状態は直感的に分かるようにしていますちなみに先ほどご紹介したヒアリングシートの優先度にひも付いているんですが 赤色のアイコンが示す値が優先的に改善したいという項目の数で黄色のアイコンが示す値が改善を推奨する項目の数で最後に青色のアイコンが示す値が改善するとより良いでしょうという項目の数を表していますで通知の上部にレビューレポートへのリンクがあるのでこちらをクリックすると次に紹介するレポートを確認することができますということでレビューレポートのフェーズです でこちらのレポートは Google ドキュメントを利用していますで ORE が管理しているマスタードキュメントつまりあの管理者側の話になるんですがあらかじめすべての項目に対しての改善案だったり事例がマスタードキュメントに用意されているのでシエウェルー機の実施者はこちらをコピーして対応済みの項目のみマスクすればすぐにレポートの作成が完了してサービスに提供することが可能になっています中身実際こんな感じです 全体的な結果を上部に示し内訳が分かるように分類ごとの詳細結果をこちらに記載していますあとは優先的に改善したい項目から分類順に1つずつ改善案だったり事例が用意されたページが複数枚といった構成ですこれらの情報をすべてまとめたものをサービス担当者にお渡ししています続きましてディスカッションプランニングフェーズについてですでこちらなんですが2回に分けて展開していきます 事業責任者との共通認識をまず形成するためには1回目、一緒にシエベラを導入した技術責任者と実施していきますでレポートの内容に起点して終わりと一緒に対応すべき課題をここで洗い出していきますで2回目で初めて事業責任者を含めディスカッションし現状サービスに抱えている明確な課題に対しての共通認識化でそして双方の視点からリスクとメリットを洗い出して で最終的な優勢度を照らし合わせ合意が取れたという状態の対応すべき課題を抽出し改善計画を策定していきます最後、改善フェーズですで最終的に残った事業側と開発側の双方で合意が取れた状態の課題をマイルストーンを実際に設定し改善をしていきますとでここはまだ不確定なんですけれどもえ場合によっては終わりも 技術的支援をする予定だったりしておりますで無事改善後は、まあ、今回のケースのように事例として社内外へ公開していきますで先ほどシェーウーイー機半期に一度実施するというお話があったんですが前期と比較してどれだけ改善したかであるいはどれだけ長く良くなったのかということも、まあ、フィードバック含めてまとめてこちらもサービス担当者はいつでも確認できるようになっておりますでたまに遭遇するんですけども ウェルアーキテクティット自体を単なるチェックシートと認識されている方がいらっしゃいますが、えー、いい機会なのでこの場をお借りしてお伝えするんですが僕たちは違うと思っておりますでここまでのお話でご理解いただけたかもしれないんですがただ単にチェックして終わりの世界にとどまらずむしろその先のコミュニケーションこれがこのフレームワークの価値だと考えておりますでここに関しては AWS ウェルアーキーも同じだと思っております これらフレームワークを生み出すコミュニケーションの場で事業側とエンジニア側の双方で実サービスを見直してでエンゲージメントを高められるような状態を作るための一つの手段になれればいいなと思っております以上が c ーエ e l r a 実施フローの紹介でした、はい、でかなり長い前置きになってしまったんですがということでじゃあ実際にワンサービス今回はサトリさんに導入するとどうなっていくのかを今から追っていきたいと思います で今回はさとリさんに導入させていただきましたが進捗はこのようになっております、えー、事前のコンディションチェックレビューレポートの作成それを起点したディスカッションとプランニングが完了し現在改善フェーズに入っていますでレビュー結果も許可をいただいているので公開しちゃいますがこうなりました、えー、左が実際にスラックに通知されたレポートで右がそれの元になっているレビューレポートです、はい で少しずつ結果を紐解いていきますでおさらいですが各アイコンはこのような意味でしたさとりさん優先的に改善したい項目の数が6個で改善を推奨する項目の数が10個で最後に改善するとより良い項目の数が6個という結果でした。 で技術責任者だったり事業責任者の密にディスカッションした結果今回はクリティカルイシューと呼ばれているつまり優先的に改善したいポイントにのみ集中的にリソースを割り当てていこうということで決議しましたでは実際にどんな内容の項目をどれぐらいの時間を使って改善しクリアしていくことになったかということなんですがこちらが6つのリスクに関する詳細ですご覧の内容になっております これら6つのリスクを実際に技術責任者とディスカッションしその結果3つにグルーピングしましたまず最初は6月までに、えー、自分たちが運用しているサービスの障害ポイントをちゃんとしっかりと洗い出してでどのコンポーネントに障害が起きたらサービス影響があるのかあるいはサービスで実際に何が起きているのかというのを言語化しその後に障害時もサービスが継続できる状態にするための仕組みを導入しようということになっています でこれが完了したら次のグループにある3つの項目を今期中に実施し最後のこちらのグループに関しては前2つのグループがすべて対応完了したタイミングで改めて実施するか否かをジャッジする予定となっております。はい、えー援やらき導入後に今回ご協力いただいたさとりさんの技術責任者と事業責任者から実際にフィードバックをいただいておりますのでこの場でご紹介しようと思います。 技術責任者からは通常はやはりプロダクトに関わっている社員だけで実施する課題の洗い出しだったり計画だったりあとは解決方法の模索などもしっかりサポートするフレームワークなのでそこに対してのポジティブな意見が支配的でしたでこのようにサービスに最大限寄り添ったアプローチが可能だからこそ提供できるバリューについても触れられていたので まあ CA にフィットしたフレームワークになっているんだなということを実感しております事業視点でもポジティブな内容がありました、えー、導入することによる旨味だったり必要性だったりあるいは将来性をそれぞれの特性に合わせながら伝えることができればどのレイヤーの人にも刺さってサービスが持つ機能以上の効果をもたらしてるくれるのがまあ今回のご紹介した AWS ウェルアーキーあるいは CA ウェルアーキーのポテンシャルだと感じております で改めて明確にメリットを感じますという言葉をいただいたのでこういった技術的アプローチの意義を再確認しましたそのほかにも嬉しい声をたくさんいただきましてえ自分たちが信じて実行し続けてきたことは決して無駄ではなかったしこういった手段でも事業だったりそれに関わっている社員に貢献できるんだなということが確信できました、はい、でここからなんですがシーベラーキーの今後についてご紹介していきます えー、GA になってからもう半年が経つんですがおかげさまですでに4つのサービスに導入させていただきましたでさらに2つのサービスが導入予定となっておりますで全サービスレポートの発行までは完了しておりますが、えー、あいにくちょっと人的リソース不足も相まってディスカッションプランニングフェーズ、えー、つまり実際に議論して最終的に どんな項目をいつまでに改善していくのかを決め切ったサービスがまだ25%ということなのでまずはここを100%にすることが重要だと考えておりますが、えー、私がまあ現在県人で対応していることもありこれを今この壇上にいる2人でこなすのはやや難しいということでこれを完遂するために下半期はそれを解消していこうという気にしていく予定ですで目標としてはやはり CLR の導入だったり運用コストを削減する あとは導入できるメンバーを増やすというこちらの2つを掲げています目標を達成するために今やるべきことを5つ設定しておりまして運用面の話になるんですが現状は前回のレビュー結果を比較して改善率だったりあるいは各柱の改善度を手動で集計しているのでまずはここを自動化してちゃんと運用コストを削減しようというのがまず1つで次に提案できる情報の最大化です で歌い文句としてある議題に対して他のサービスを担当しているエンジニアがどう解決したのかという事例を提供するみたいな話もあったんですが提供するすべての情報がドキュメントのようにきれいにまとまった情報にはななってないのでまだなのでこちらを必要に応じて順次進めている段階です。ああとウェーキツールとと AWS いう先ほども紹介がが少ししりましたが簡単にお伝えすると AWS ウェラーキーを導入後アーキテクチャを評価するために一貫したアプローチを提供しているサービスがあるんですがより良い体験につながるのであればこちらのロードマップ次第で統合することも視野に入れていますでまた今回のスライドでお分かりかと思うんですがそれなりに専門用語がありまして C ウェルアーキーの担当者によって言い回しが変わってしまうみたいな恐れもあるのでしっかりどの担当者でも一定のクオリティでサービス提供できるようにちゃんと母国語を 用意してていここううということになっておりますで最後は本当たった2人の舞台なので今後のスケール性も考えるとオンボーディングだったりを整備していつでも新メンバーを迎え入れられるような状態にしようということで設定しています、えー、上3つが導入あるいは運用コスト削減するためのやるべきことで残り2つが導入できるメンバーを増やすために実行していく予定のものです でこれらを実行して次なるステージの CA ウェラー機普及拡大をちゃんと目指せるような土壌を形成できたらなと考えております。はい最後まとめです。で今回は2つのことをお伝えしました。まずは AWS ウェラー機についてです。えー、教材といっても本当に過言ではないサービスなので、今回の事例のように AWS を初めて利用するエンジニアでも安心してビジネスロジックに集中できる環境を用意することができるのかなと思っております。 で自サービスの今をシステムアーキテクチャというスコープで常に俯瞰できるということも一つ魅力的なポイントですでもしベストプラクティスを求めているんだけど、まあ、いざ安定した効率的なシステムとは何かを考えたときにどこから何をすればいいのかいまいちイメージがつかないというケースがあるのであればこちらを利用すれば解決するかもしれないというようなお話でしたでもう一つは AWS ウェアアー機の良さを活かしつつ自社にフィットした えー、形で再定義したシエ w ウェラー機というものを作りましたという話ですで重要なことなのでことを繰り返すようなんですが c、えー、エ w e r a ー c はただのチェックシートでもありませんし監査として使用するような硬いものでもないですでここは a w s c ウェラー機も同じだと、はい、考えておりますであくまで事業側とエンジニア側のサービスに対する認識を今一度見直して共通化しで根本的な解決をするためのコミュニケーションを促進していくツールです C ウェラーキを1つのサービスとしてプロダクトに導入し新たな文化の形成や技術的アプローチで事業成長のお手伝いができたらいいなという話でした、はい、でここまで綺麗な言葉でまとめてるんですが実際 AWS ウェラーキと出会ってからここまで来るのに泥臭いこともいっぱいありました紆余曲折を経て今の形に落ち着くまでにたくさんの時間を費やしたんですが 多角的な視点で今本当にプロダクトだったり関わっている事業に必要なものは何なのか,何なのかということを考え続けた結果我々は AWS ウェルアーキに,にたどり着きましたもし同じようなことを一度でも考えたことがあるあるいはすでに悩みとしてお持ちの方がいらっしゃれば何かヒントになるポイントが眠っているはずなので今回の発表契機に少しでもそういった方が AWS ウェルアーキだったり CA ウェルアーキに興味を持っていただけると幸いです はい、で今回、この場でお伝えした AWS ベルヤーキーだったり CM l ルヤーキーの活動は、えーまあくまで目指しているゴールにたどり着くための手段です。でもし、われわれ ORE の活動に少しでも興味が湧きましたという方がいらっしゃいましたら過去の登壇で使用したこちらのスライドがよりディープダイブな内容になっておりますのでぜひご覧いただければと思います。はい。 長くなりましたが最後までお付き合いいただきありがとうございました以上でサイバイジェント終わりからの発表終わりますご清聴ありがとうございました